今夜のゲストは日本を代表するアレンジャー前田紀夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ね、ミスティ聞かせていただきましたけども、はい、素敵ですね。ちょっともう僕あのシングルモルトのウイスキーを飲みたくなってきましたそうですね、ジャジーでおしゃれ、うん、この編曲って、まあ、誰もこう歌番組ですとかね、うん、その楽譜ですとか、編曲という言葉は知ってると思うんですが、うんうん、まあ、そもそも何なんだというのが、昔例えばバッハとかモーツァルト、ベートーベンの時代には編曲ってなかったんですよ。要するに作曲家が全部作ってたんね。作曲するとイコール、うん、もう全部含まれてた、はい、でそれがだんだん時代が経つに従って、はい、作曲家と編曲家が分かれてきて、はい、作曲家、うん、イコールメロディーメーカーという、はい、メロディーしか作んない、はい、そうすると伴奏のオーケストラなんかをやるのは別の商売になっちゃったわけですね。でそこで要するに作曲家と編曲家というあの仕事の分担ができちゃった、はい、うん、あの例えばね、まあ、一番分かりやすいのは、はい、まあ、枯葉っていうのは皆さんご存知でしょうから、枯葉ですね、うん、はい、これね、はい、それであの実際には作曲家っていうのはこれしか作ってないんですよ。あ、こういうメロディーラインだけね、うんうん、であのせいぜい譲ってコード進行ぐらいは作ってるわけ。それでこれをじゃあアレンジャーがどうするかっていう、例えばあのいろんな作り方があるんだけど、はい、あのメロディーにのこの間空いてるところをこう埋めていくのを僕らおかずって言うんですけども、例えば。これも編曲の一つ、もう一つ言っとくと、あの胃腸するっていう作業もあるんです。これも枯葉ですよね、はい、音を変えて、うん、あの上げたり下げたりっていうこと、まあ、あの男の人が歌うか女の人が歌うかで違ってくるわけですよね。あの胃腸するのもアレンジャーの仕事、それから、はい、あのその次に考えられるのはリズムのパターンを変えるという、はい、例えばワルツにすると、本当だ、全然違う曲になりますね、うん、それからいわゆるジャズ風の、パターンに変えていくっていうのは全部アレンジャーの、なるほど、基礎を作るのが作曲で、それを変化させたり世界観を変えるのが編曲かと、はい、そういうことですね。前田紀夫、マイファーストミュージック。前田先生の音楽人生のスタートになった曲っていうと何になりますか？一つ挙げろと言われれば、あのベートーベンのムーンライトソナタですね。結構その月光の曲を聴いたのは、はい、5つぐらいの頃ですね。5歳、そうそう、その頃ですね。それは、うん、あの家族の方がかけられてたとか、うん、あの親父のライブラリーに入ってた、はい、あのレコードなんですけどね、落っことしたら追われるようなレコードの、大事なね、それ勝手にかけていいよって言って、全部引っ張り出して聴くことができた。普通親ってね、うん、これは子供は触るもんじゃないっていうふうにしちゃいますけども、うん、それね、一回ね、あの事件がありまして、近所の子が遊びに来たんですよ、はい、あ、なんかやらかしそうですね。そいつらはレコードなんてうちにないもんだから、なんか珍しいものがあるわ、
聴いてるうちにそのうちにね、それ持って円盤投げ始めたわけですよ。いやでこっちも乗ってね、やってね、もう部屋中レコードだらけになって、その時は怒られた、ものすごく。音楽を好きになったきっかけがあって、はい、その後何か楽器をなさるっていうのは何歳ぐらいから、両親とも小学校の先生だから、はい、一応全教科やるからピアノも弾けたんですよね。それで親父からこの譜面の読み方みたいなものは教えてもらったんです、はい、で中学へ入って、中学校2年の時にうちの教室にピアノがあった、はい、でそこでもうとにかく休み時間になるとピアノガチャ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 もうやって遊んでたわけですよ。じゃあそこではもうアレンジに近いような形でご自分になってましたね。うん、要するにメロディーをこっちで弾いてこっちで適当に伴奏をつけるっていう、いわゆる自己流のも最たるもんですよ。21歳の時にジャズピアニストとして上京。クラブで演奏する傍ら、当時始まったばかりのテレビ放送で伴奏する仕事をきっかけに本格的に作曲編曲を始めた。あの頃は例えばテレビドラマだったら、かき割りの後ろにピアノ置いてあって、それでヘッドホンかけてセリフ聞きながらピアノ弾いたりなんかした時代もあったね。それは生放送って、生で。すごい緊張感ですね。同時にあ、もうテレビだけど舞台やってるようなもんですね。そうそういうこと、最初の頃は割とそういう状態が多かったですね。緊張されませんでした、その。いや、緊張よりも何も、とにかくうまく上がりゃいいやっていう。アレンジャーって言っても、そのオーケストラの譜面を書くっていうのはすごい、こう知識とかテクニックが必要じゃないですか。それもね、やってるうちにだんだん覚えていくんですよ。で初めの頃ね、こっちはピアニストとして雇われてオーケストラの中で入って弾くでしょ、その棒がわからないのね。指揮棒が分かんないの。どこで音を出したらいいのか、大体ね、バーンと言ってね、適当なとこでみんながワーンって言うんですよ。ちょっと初めにしない人なんすかね。どこがどうなってるのか分かんないっていう時代もありましたよ。でそこでね、その指揮法をこういろいろ見ながらこうピアノなんか弾いてて、でそのうちにそういうオケの中に入ってやってると、大体どういう風になってるかっていう周りが見えてくるから少しずつ。なるほど。そうするとバイオリンはこうするんだな、チェロはこうやるんだなってことは、その時にこうぐっと入ってくるわけ。大まかなパターンみたいなのが見えてくるわけ。見えてくるわけ。英語がね、できない人が外国に行った時に、そうなんかある瞬間から、お、分かるぞっていうのがあるって言うんですけど、そういうのと似てるんですね。そうですね。なんか一番、そのアレンジの勉強としては最短距離ですよね。実践の中でっていうことですもんね。先生がこれまで出会った音の中で、あ、このアレンジはすごいなとか。そんなもんないです。ないです。ものすごいキザなこと言えば、僕は今まで書いたものよりも明日書く方のがもっとよくできると思ってやってるから。昔は良かったなと思い始めたら、もうそこで進歩なくなっちゃいますから。俺は昔はなって言ってるやつはもう大体もすごい止まってるわけ。で僕は今74歳だけど、まだうちで練習をすれば筋肉は発達すると思ってるんですよ。今まで弾けなかった技術のテクニックもできるんじゃないかっていう。毎日ピアノ練習されてるんですか？やってません。でも先生、すごい逸話が聞いたことあるんですけど、アレンジをするのに右手と左手で同時に変えるって聞いたことがあります。大笑い、そんなことできるわけないんで。アレンジじゃないけど、コピーのない時代にね、から僕はアレンジやってますから、その頃は例えばバイオリンのパートなんて同じものが何枚もいるわけですよ。そうすると1枚ずつ書いてるとあれだから、両方並べて2枚一緒に書くっていう練習はしたことある。練習した。はい。そうすると要するに1時間かかるものは30分で終わるわけですから、でこれは練習っていうか、実際にやってその譜面で仕事したことあるし。あ、じゃあ本当伝説じゃ、もうそれ本当でしたね。ごく一部分だけね、それは本当のことなの。でそれがね、こう話がこうバーッて広がってって、こっちとこっちと違うものを書いてるのか、同時に違うものを書いていくみたいな、そんなことあるわけないじゃないですか。でも有名な伝説だったんですよ。なるほどね。どういうやれば時間が節約できるかってことはしょっちゅう考えてます。エコですね。とにかく締め切りがありますから、はいはいはい、それまでにやらなきゃいけないから、それで
あのオーケストラの譜面をアレンジした方は分かるんだけど、大体20段以上の段数があるわけですよ、はい、でずっと来てここで転調しますっていうと全部へこう転調マークを入れていかなきゃいけない、はい、書くね、はい、そうすると20段あると大体1分ぐらいかかるんですよ、それ全部入れてマーク書くだけでも書くだけでね、それを長いハンコ作っといてこうすればいいじゃないかいうとこまで考えてましたね。独学で学んだピアノ、手書きの譜面から生まれた無数のアレンジ、その原点は幼い頃に聞いたベートーベンの月光、前田範雄の人生で一番大切な曲。月光の曲を伴奏にして上に新しいメロディーを作曲したっていう曲があるんですよ、はい、下についてるのがベートーベンの月光の曲なんです。5歳の時に聞いた、そう、それでそれの上にあのメロディーが乗っかってる、前田さんがお作りになったメロディーを新しく乗っけた。でこれはね、あのベートーベンを要するにそのままそっくりそのまま借りてきて、それでそれを僕が弾いて、その上こうバイオリンで遊んでもらうというベートーベンとの共作ってことですね。Thank you.
実は前田さんと僕のある共通点を見つけました、それがこちらです。これはね、羽田健太郎のあれで、本物よりもよく似てるという。すごい素敵なイラストですね。僕も結構イラストというか漫画が好きで、小学校の時に漫画家になりたくて、うん、よくこうノートに書いてね、うん、クラスにみんなに回したりして、うんうん、僕だって高校卒業した頃には、うん、あの地方の新聞に4コマ漫画半年ぐらい連載してたことある。じゃあ漫画家じゃないですか。いや、だから漫画家になるあのつもりだったんですよ、はい、で音楽の方のことあんまり考えてなかった、うん、だけどあのミュージシャンになっちゃったもんで、はい、ぜひ私も描いていただきたいです、ね、そうだ、今度河合さんの顔をこう描いて、うん、あの女性の人はなるべくあんまり描かないようにしてるんですよ。というのは、綺麗に描かなきゃまずいじゃん。そうですね。こんな顔描いたらこんな顔って。